西条市にある内抜きの一つ。右側の井戸からポンプを使わずとも水が噴出している。内抜きは愛媛県西条市の旧西条市一帯に豊富に存在する地下水の自噴意である。昭和60年に名水百選にも選ばれている。石頭地山系のふもとにある西条市はその恩恵により古来より、 地下水が豊富で、日本でも稀有な地下水の自噴地帯となっている。自紛岩は現在確認されているだけでも、約2000カ所あり、湧出量は1日あたり9万立方メートルに達する。大変浅いところからも自噴する特徴があり、場所によっては水管を刺すだけで湧き出る。これによって市民は生活用水を簡単に売ることができ、水のと、採上と言われている。 全国危機水大会で2連続、日本一美味しい水に選ばれた。自噴領域は、西条市役所や、伊予西条駅を中心とした旧西条市市街地から、海岸方向、石槌山池北方の鴨川砂岩から河口にかけての地域が主たるものであるが、他にも、自噴地は多く、自噴せずとも、家庭用の電動式ドポンプで組み上げられる程度の、 アザイドで十分な水質の水が得られる地域が多い。外して、海に近づくと自噴水に塩分が混じるようになる。傾向があるが、例外もある。市役所北方2キロメートル弱の海岸にある湧水、具放水は、もともと干潮時の海露出する海底から、良質の真水が湧き出していたもので、現在は、 周囲が埋め立てられて陸地になったものの、依然海岸資金の清水輸出地である。最上市街地の湧水はあまりにも豊富で、生活、産業用の水需要を十分に満たせるため、中心市街地等については、公共下水道は整備されているが、上水道は整備されない、計画外区域となっている。平成の大合併を迎える、以前の1991年に、旧、 西条市が調査した、西条市生活文化史によれば、当時の西条市における1万9000個のうち75%が、打ち抜きの恩恵を受けていたという。ただし、西条市にも、打ち抜きの水を得られない区域や、地下水に塩分の混じる区域は多数存在し、市の水道局が、上水道供給を行っている。さらに1995年の阪神。 淡路大震災を機に地震等の地殻変動によって莫大な湧水が止まってしまう危険などを考慮し市の単独予算で地質学や地下水流の調査研究を行って湧水資源の維持を図っている2009年5月の活水では地下水位が低下し一部の地粉が止まるなどの影響が出た伊予最上駅構内にかつてあった打ち抜きありがとうございます